なんか可愛いみたい。はい、おはようございます。はい、今日は今日も私の可愛いレベルちゃん、さあ映ってるかな、映ってるよね。はい、今日も可愛いレベルちゃんと一緒に、さくらちゃんと一緒にツーリングに行きたいと思います。よろしくお願いします。今日も元気にツーリングにレッツゴー。はい、皆さんこんにちは、ミートコチャンネルのみーたんです。今日はさくらちゃんとみーたんで栃木の方にツーリングに行きます。今日行くのが安住神社、バイク神社ですね。安住神社と足利学校、あと新生姜ミュージアムに行きたいと思います。イエーイ、イエーイ。それじゃあお願いします。お願いします。はい、安住神社到着しました。寒い。マジ超寒かった。もう手がやばいね、やばいね、今日ね、寒いね。到着、イエーイ。はい、安住神社です。でもね、この青空から見えるこの安住神社のこの鳥居がね、すごくいいですね。これすごいすごいなって思ったの。何が？バイク飾られてるの。かわいくない？スケボイか、スケボイ。いや、やってない、やったらやってないよ。お腹すいたよ。お、ニコさんになる。今日ね、さくらちゃんが安住神社で何かをしたいから来ました。さあ何でしょうか。私に聞いてる。去年買ったお守りをお返ししたいのと、あと新調した交換したい。おお、新しいテリトリーにするんだね。見て、だってもう色1年でこんな変わるのよ。いや、もう愛されたんだよ。いっぱい知ったから ね。それはシールドだ。それはいるので、はい、また来ます。はい、さくらちゃんがお守り返納します。お守りを買いたいと思います。はい、これからさくらちゃんと一緒に新生姜ミュージアムに行きたいと思います。ありがとうございます。はい、これからさくらちゃんと一緒にいりわしいたの新生姜の生姜ミュージアムに行きます。え、OK。 なんかさ、アマゾンみたい。なんかさ、あのゲームとかに出てくるような感じ。すごいね、すごいね。キャンプとかやっても気持ちよみたい。今走っているのですが、なぜか今日は超爆風ツーリングやっています。めちゃくちゃ煽られるね。煽られるっていうか、車体が持ってかれる。ねー、やばいね、これ。やばいそれ、うん。ここは台風の中で行かなかやばい風が、マジで煽られる。左から右からなんかストレートでなんかパンチ食らってる感じ。満車か、満車か。はい、無事到着しました。この髪の毛見てください、ひどくない。新生姜ミュージアム到着しました。えい、寒いね、帰ろう。かわいい。よし、行ったの。新生姜ミュージアムに来ました。かわいい。すごい、めっちゃキラキラしてる。生姜の形のひな壇です。イワシカちゃんパーグやな、ここなの。125のバイクです。イワシと生姜コラボレーションみたいな。オッケー。イワシとの生姜の木にいっぱい。すごい元気に踊ってる新生姜が。生姜パークの入り口を入っていきます。
ハラオニュージンジャー。このジンジャーの木がなんかね、やばいんですよね、いろいろ。光り方がね、たまんないですね。え、こんなに岩下の新生姜のグッズ来たの。わ、チョコレートから何これ。わ、これはあの伝説のパカちゃんのさ、カズカさ、やばいのよ。これよ、ペンライトな。ペンライト、みんな何に見える、これ生姜だろ。そうだよね、生姜だよね、生姜のペンライト、すごいな、かわいい。これとかもさ、なんかさ、なんかいろいろ気になるデザインが多い。なんとジンジャージンジャーがありました。じゃーん、入ってみる。うん、入ってみようか。何がドラムってさ、この鹿肉か鹿コマ犬じゃなくてコマ豚。コマ鹿、かわいい。違うになってる。おみくじやりたいと思います。はい、引きますよ。ジン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 。はい、バーン。ちょっと待って、なんか生姜のハッピーな食べ方が載ってます。おみくじ。おい、お、大新生姜。この大新生姜って何なんだ。大吉ってこと。大吉。あのお次はジンジャー神社でこの QR コードを読み取ると出るらしいね。へえ、神様。ベールの向こう側にあるの。生姜。なんか見ちゃいけないものを見たような気がする。明日の新生姜くんと取り合いですね。ですね。大好きです。他人も渡しません。ってことね、大とっさに生姜だから、生姜だから、生姜がない。ダジャレ。なんだろう、この人のものなんだろうね。あ、物っていうか、あの生姜なんだ。この人がお父さん、お父さん生姜なんだろうね。お父さん生姜だね。すごい、持ったよ。皆さん、岩下の新生姜においでよ。だからミュージアム。こんにちは。うわ、期間限定メニュー。着いた。来ました。お花見プレートどうかな。で、この生姜よ。あ、生姜が桜の形してる。うん、何より可愛いのこれね。桜の形の生姜です。いいね、いただきます。超美味しかった。全部食べ終わりました。イワシカちゃんめっちゃ可愛いね。あ、これやん、これ。これや。でかいね。え、これ寝るときとかに気持ちよさそう。なっちゃう？なっちゃう？なっちゃう？これね、さくらちゃんとそれ一個ずつあるよ。岩下の新生姜、皆さん来てね。やめてくれ。もう見えた？うん、あと8分、あと8分。うん。足利学校に到着しました。見てください、これを学生証をいただきました。ほら、かわいい。中に入っていきたいと思います。大正ロマンの建物に。さくらちゃんが大興奮しております。足利学校とは日本遺産でもあり、栃木県足利市にある日本で最も古い学校と呼ばれております。建屋内には貴重な書物や当時の学習の様子を垣間見ることができます。歴史が好きな方はぜひ見に行ってくださいね。
はい、お疲れ様でした。いや結構走ったね。走ったね。いやこれ帰りもかなり走るけどね。そうなんだよ。帰りが一番走るよね、多分ね。走り帰らないと。うん、暗くなるね。うん。私の命。そうそう、今日はマジで暴風やばかったね。いやマジで風強すぎて、ね、二人ともね、ああ言ってたもんね。いやという感じで今日は岩下の新社がミュージアムと安住神社と足利学校に行ってきました。イエイ。はい、でもねこれからお家に帰るということですが、気をつけて気をつけて帰りましょう。それではまたみーちゃんとさくらでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。